日韓問題を全世界に広く知らせてきた韓国ソンシン女子大学のソギョンドク教授は今回、G20 の国々の主要メディア100カ所にラムザイヤー問題に関する情報提供のメールを送ったと、今日明らかにした。先週米国へ下院議員535人に向けて、慰安婦自発的売春婦論文を書いた米ハーバード大学ロースクールのジョン・マーク・ラムザイヤー教授について、メールで知らせたソ教授は、慰安婦問題を全世界の主要メディアを通じてより多く知らせようと、今回行動に移したと伝えた。ソ教授は米国の CNN 及びニューヨークタイムズ、英国のガーディアン及びインディペンデントなど英米圏の主要メディアでは、今回の事態についての記事が多く掲載されているが、他の国々のメディアではまだ注目されていないと語った。今回の情報提供のメールは、G20 の国々の主要言論者以外に、法経済学国際レビューの出版社であるエルスビアのあるオランダの NPO、オランダ大衆紙アルジェミエンダグブラダなど主要メディアにも送られた。特にソ教授はメールで日本軍慰安婦問題は、日韓間の歴史問題を超え、全世界の女性人権に関する重要な問題だ。今回のラムザイヤー問題に関する具体化を通じて、全世界人たちに歴史的真実をきちんと知らせなければならないと説明した。続けて1日も早く日本政府が、全世界の元慰安婦たちに誠実に謝罪と賠償をすることができるよう、世界的な言論者から先頭に立ってくれることを願うと付け加えた。またソ教授はむしろラムザイヤー自体を機会としなければならない。今回の機会に慰安婦問題を公論化させ、世界的な世論を形成し、日本政府に圧力を加え続けなければならないと強調した。一方ソ教授はこれまで、ニューヨークタイムズ、ワシントンポストなどの世界的な有力メディアと、ニューヨークのタイムズスクエアなど世界的な観光地に、慰安婦問題に対する広告を絶えず掲載して全世界に広く知らせてきた。